はい、どうもピックスよつです。今回はですね、トミカプレミアム歴代ね日産スカイライン GTR ということでね、初代の箱スカから R34 スカイライン GTR までね、歴代通して人気の高いスカイライン GTR ですけどもね、トミカプレミアムでもなんだかんだで一応歴代全て出てますね。なんでトミカの発売順ではなく、スカイライン GTR の発売順にね見ていきたいと思います。ではまず箱スカからですね。トミカプレミアム 34-1 日産スカイライン GTR KPG-C10。 こちらのトミカは2020年4月から現在まで販売されているモデルですね。ちなみに発売時2020年4月なんですけども、武漢肺炎の影響で4月18日発売予定だったんですけども、4月25日発売にね変更されたモデルになりますね。まあおそらくですけども、ベトナムの工場から日本に輸出するのが間に合わなかったというか、向こうの工場も動かせなかったとか、そういった事情があったと思います。発売が延期されたトミカプレミアムっていうのも、まああまりないのかなという感じはしますね。トミカ自体はちょっとありますけどもね、まあそれは置いといてね、見ていきましょう。箱はこのようになってますね。開けていきましょう。実車の初代スカイライン GTR は1969年2月に登場しました。ただしですね、そちら4ドアのモデルでして、トミカと同じ2ドアのスカイライン GTR に関しましては1970年10月に登場したハードトップと称するホイールベースが 70mm 短縮された2ドアモデルでして、1972年9月まで販売されていました。4ドアセダンの PGC10 型から2ドアクーペの KPG-C10 型に限定した変更点としまして、リアホイールアーチ、まあ、これですね、この FRP 製のオーバーフェンダーを装着し、あとフェンダーミラーの形状も異なってるみたいですけど、トミカでは残念ながら再現されてませんね。通常モデルのこちらはグレアシルバーメタリックというボディカラーを再現しているそうです。ではトミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトはこのようにクリアパーツで再現されておりまして、ナンバープレートの位置には日産 2000GTR という表記がタンポイ札で入っていますね。でグリル部にもねGTR のエンブレムが入っておりますね。サイドこのようになってますね。アクションはサスペンションとドアの開閉が可能となっておりますね。で内装パーツは黒となっております。ウインカーなどが彩色されておりまして、鉄筋ホイールもねこんな感じとなっておりますね。なかなかかっこいいですね。でここにねスカイラインのエンブレムなどがタンポイ札で入っておりますね。でここにもねエンブレムが入っておりますね。あと細かいこと言うと、クリアパーツがですね、ここの窓のところとこのハードトップのこのあたりの部分ですね、ここが再現されてるっていうのもよくできてますね。21-1で販売された日産スカイライン 2000GT ですけども、こちらはですね確か窓後ろ部分なかったと思うんですよね。なのでその辺も、まあ、進化したポイントでもありますね。でリアのオーバーフェンダーですね、このようになっておりますね。かっこいいですね。リアこんな感じですね。テールランプが赤く塗装されておりまして、リアのナンバープレートもスカイライン 2000GTR の表記が入っておりますね。マフラーはこのようにシルバーで塗装されておりまして、バンパーはねシルバーで塗装されてますね。助手席側ですね、こちらもドア開閉が可能となっておりますね。でまあルーフ上は特に何もないですね。トランクはこのようにねモールドが入っておりますね。こういったところもモールドでね再現されて結構細かいですね。シャーシはこのようになっておりますね。日産スカイライン 2000GTR ロット番号 C-20 となっておりますね。でそんなね箱スカですけどもね、トミカプレミアム発売記念仕様が販売されました。こちらのボディカラーはホワイトとなっておりますね。確か当時ね、日本車、国産車でトミカプレミアム発売記念仕様が出たっていうのは、ハコスカのこれが最初だったと思います。当時はフェラーリやランボルギーニ、スーパーカーをメインに発売記念仕様が出てたんで、そういう意味でもちょっと初の試みでしたね。開けていきましょう。基本的には先ほどシルバーのものと変わりませんね。ヘッドライトはこのようにクリアパーツで再現されてますね。一緒です。で、ウインカーとかもね、
このようにタンポイ札入ってるんですけども、先ほどのねシルバーに比べるとやっぱり色がくっきりとしてますね。あとドアハンドルがちゃんとねシルバーで塗装されてるのがわかるかと思います。あと鍵穴のモールドもねこのようにちゃんとあるのがわかりますね。おそらくですけどこっちのねシルバーの方もドアハンドル塗ってあるんでしょうけども、同じシルバーなんでちょっとわかりにくいですよね。あとこういった窓枠ですね、こういったものもねシルバーで塗装されてますね。ホイールは同じくね鉄筋ホイールとなっておりますね。リアこんな感じですね。こちらもね GTR のエンブレムがねタンポイ札で入ってるんですけどもね、小さいんでね潰れちゃってるのが残念ですよね。このようにねリアガラスも縁の部分がシルバーで塗装されてますね。こちらのトミカもサスペンションとドア開閉が可能となっておりますね。でルーフは何もないですね。シャシャシーの20となっておりますね。それこそ C の20なんでね、2020年3月に製造されたことになるんで、結構武漢肺炎の影響ギリギリだった感じがしますね。続いてこちらですね。タカラトミーモールオリジナルの日産スカイライン 2000GTR-KPGC110 といわゆるケンメリのスカイラインですね。こちらは2023年8月26日に発売され、価格は税込み935円です。このようになっておりますね。開けていきましょう。トミカプレミアム 17-3 として2021年7月から販売されていますが、そちらはですねシルバーだったんですけども、今回のモール限定はですね7台しか生産されていないレッドとなっておりますね。うち1台は日産ザマ記念庫にて保管されているもので、実車の2代目スカイラインはC110 型スカイラインハードトップ 2000GT をベースに1973年1月から同年4月の3ヶ月の間販売されていた 2000GTR で、箱スカに比べるとやはりね生産期間が短く、総生産台数は197台となっている。それがケンメリーですね。トミカ通常品の方でもですね 82-1 日産スカイライン 2000GTX の金型を回収したものが販売されましたね。ではトミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトはこのようにシルバーで塗装されておりまして、フロントバンパーやグリル周りのこの部分がねシルバーで塗装されてますね。でナンバープレートはただの白いもので特に文字は印字されてません。でグリル内にねちゃんと GTR のエンブレムが再現されておりまして、ウインカーとかもねタンポイ札で再現されておりますね。でこちらもねサスペンション、ドア開閉のアクションが可能となっておりますね。なんか塗装がちょっとやばい感じですね。オーバーフェンダーとね、この下の部分が同じ色になってるのもいいですね。で、ここにね、スカイラインのエンブレムなどがタンポイ札で再現されておりますね。まあ、リアコのようになってますね。まあ、この辺はやはり実車に準じてるのかなとは思うんですけども、かっこいいですね、やはり。テールランプはですね、クリアパーツで再現されておりまして、その上からね、ウインカーですとかバックランプをタンポイ札で再現しておりますね。で、リアのバンパーはシルバーで塗装されておりまして、リアのナンバープレートも白いものとなっておりますね。で、この、少し小さいね、スポイラー。これも大変かっこいいですね。助手席側ですね。こちらもドア開閉が可能となっておりますね。で、ルーフはこのようになっておりますね。で、ロット番号 G-23 となっておりまして、マフラーがシルバーで塗装されておりますね。まあ、日産のザマ記念庫で保管されてるのはこの赤色のケンメリなんでね、そのうち出るだろうなとは思ったんですけど、やっと出てくれましたね。続いてこちらですね。トミカプレミアム 26-1。日産スカイライン GTR-BNR32 ですね。2018年4月に販売されてから現在も販売されているモデルになりますね。箱はこのようになっておりまして、開けていきましょう。
実車の3代目 R32 スカイライン GTR は1989年8月から1994年12月の間販売されたモデルで、 R32 以降 RV26 エンジンを搭載しているものに関しては第2世代と呼ばれていますね。で、トミカプレミアムのこちらのボディカラーはガングレーメタリックとなっておりますね。トミカ通常品でも 20-6 日産スカイライン GTR として販売されました。ではトミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトやウインカーはこのようにクリアパーツで再現されておりまして、ここにね、スカイラインのエンブレムが単方印刷で入っておりますね。で、ナンバープレートにね、スカイラインという表記が単方印刷で入っておりまして、グリルなどはモールドで再現されておりますね。運転席側ですね。こちらのトミカはサスペンション、ドア開閉が可能となっておりますね。ホイールもね、実車のホイール、アルミホイールに合わせたデザインのものとなっておりますね。まあ、これ細かいところを言うと、車内のこのバケットシートなんですけどね、黒色のパーツなんですけども、シートの何て言います、座面、ここはですねグレーとなってますね。ちょっと2色になってるところが面白いですよね。個人的に歴代スカイライン GTR の中でもね、一番好きなのが 32GTR なんですけども、やはりかっこいいですよね。で、テールランプとテールランプの間にね、ウインカーがモールドで入っておりまして、そこになんかちょっと小さくね、単方印刷で入っておりますね。で、日産 GTR の表記が単方印刷で入っておりまして、バックランプもね、単方印刷で入っておりますね。で、リアのね、ナンバープレート、これもね、スカイラインという表記が入っておりますね。で、スポイラーはね、このように真ん中にちゃんと穴が開いてるのがわかるかと思います。当時のトミカ通常品ではね、この穴は再現されてなかったんでね、やはり技術の進歩といいますか、そういったのが見受けられますね。で、助手席側ですね。こちらもドア開閉が可能となっておりますね。で、ルーフこのようになっておりますね。車種このようになってますね。スカイライン GTR BNR32 と入っておりますね。割とこのシャーシもね、よくできてんじゃないかなと思います。続いてこちらですね、トミカプレミアム 13-2 日産スカイライン GTR ですね。こちらのモデルは2017年4月から2019年6月の間販売されていたモデルになりますね。販売されていたってことでわかると思いますけどもね、こちらのモデルはすでに廃盤となっております。トミカプレミアムシリーズの歴代スカイライン GTR の中では唯一ね、この R33 型のスカイライン GTR が販売されていません。で、当時 R34 は売ってたと思うんですけども、34の方はね、スカイライン GTR V スペック2とか R34Z チューンとか名前が入ってたんでね、スカイライン GTR としてはね、これが最初ですね。なんでその後のモデル、32とか、ケンメリとかは商品名に形式が入ってるんですよね。まあ、箱はこのようになっておりますね。まあ、先ほどの箱とかはね、新デザインのものになってるんですけどもね、こちらはね、旧デザインの箱となっているのがわかるかと思います。販売順に並べると、初期がこれで、中期がこれで、現在のものはこちらとなってますね。この赤い枠が消え、このプレミアムのロゴも変わりましたね。古いトミカの表記、これになりましたね。で、トミカの 33GTR、こちらなんですけどもね、このモデルが販売される末期の方にはですね、新デザインのものに変わったんですけども、そちらはね、販売期間が短いということで、結構プレネになってるみたいですね。自分もさすがに持ってないです。まあ言うてね、中身は一緒なんですけどもね。開けていきましょう。実車の4代目スカイライン GTR。こちらはですね、1995年1月から1998年12月の間販売されていたスポーツカーになりますね。トミカプレミアムのこちらのボディカラーはホワイトとなっておりますね。まあ、あとトミカ通常品でも20-7日産スカイライン GTR R33 として販売されてましたね。通常品のボディカラーはミッドナイトパープルでしたけどもね。ではトミカの方見ていきましょう。このようにね、ヘッドライトはクリアパーツで再現されておりまして、ウインカーなどが塗装されておりますね。で、グリル中央には GTR のエンブレムが単方印刷で入っておりますね。で、こういったスポイラーなんかもね、再現されております。サイドこのようになってますね。アクションはサスペンションと
ドアの開閉が可能となっておりまして、3人同様にね、こちらもね、シートが、シートパーツ自体は黒なんですけども、座面がグレーとなっております。で、ホイールもね、このような形状のものとなっておりますね。このピース部というか、なんて言えばいいんですかね。この部分がシルバーで塗装されておりまして、本来は穴になっている部分が黒く塗装されているというね、今のトミカプレミアムではほぼ考えられないようなね、デザインとなってますね。で、サイドのウインカーが単歩一発で再現されておりますね。クリアレンズなんでしょうね。このようになっておりますね。で、こちらはですね、このクォーターガラスって言っていいのかわかんないですけどもね、ここの部分がね、塗装での再現となっておりますね。リアこのようになってますね。まあ、実車に準じて、テールランプは単方印刷で再現されておりまして、バックランプやウインカーの部分はクリアレンズ風にシルバーで塗装されておりますね。で、リアのナンバープレートにスカイラインという表記が単方印刷で入っておりますね。フロントにも入ってますね。で、リアスポイラーはね、PVC 製の別パーツで再現されてるんですけど、ちょっと劣化が始まってますね。ちょっとひび割れてるのがわかるかと思います。で、助手席側ですね。これサスペンション稼働するのか？一応稼働するのか。と、ドア開閉が可能ですね。ちょっとね、車高が低いんで分かりにくいですね。こういったところも色入ってたりね、結構よくできてるんじゃないでしょうか。車種はこのようになってますね。スカイライン GTR。メイドインベトナムとありますね。マフラーもシルバーで塗装されておりますね。歴代 GTR でこれだけなんでね、販売されてないのかがいまいち理解しがたいですね。まあ確かにそのギフトセットの封入品とかでは出てますけど、タカラトミーモールオリジナルとかでは出てないですかね。記憶にちょっとないですね。モール限定のギフトセットみたいなんでは出てたと思いますけど、単体での販売ってなかったイメージがありますね。そんなに33って不人気かな。続いてこちらですね。トミカプレミアム 11-1 日産スカイライン GTR V スペック2ニュルですね。こちらは2016年2月から現在も販売されているモデルで、箱に関しては現在ね、リニューアル版となってますね。先ほどの33同様にね、デザインが変わってるんですけども、まあ、箱はこのようになっておりますね。実車の R34 スカイライン GTR は、1999年1月から2002年12月内で販売されていた5代目のスカイライン GTR なんですけども、V スペ2、まあ、いわゆる V スペック2というグレードなんですけども、2000年8月にマイナーチェンジをした際に V スペックの代わりに登場したグレードでして、トミカプレミアムの V スペック2ニュルは2002年1月24日に34スカイライン GTR の生産終了を記念して M スペックニュルとともに両グレード合計1000台、まあ、だから500台500台でしょうね。即日完売になったグレードになりますね。今回のトミカプレミアムのボディカラーはベイサイドブルーでして、通常品でもね、20-8日産スカイライン GTR R34 としてね、販売されていました。ではトミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトはこのようにクリアパーツで再現されておりまして、グリル部は黒く塗装されておりまして、モールドでも再現されてますね。で、ポジションランプなのかフォグランプなのかわかんないですけど、これがね、シルバーの単方印刷で入っておりますね。で、ここにボンネットにね、エアインテークと言っていいのかな、これがね、モールドで入っており、そこに塗装が入っております。サイドはこのようになってますね。サスペンションが稼働し、ドアも開閉可能ですね。こちらはバケットシートね、黒一色となっておりますね。あとこういうナビとかも再現されてるのが面白いですよね。で、こちらもウインカーが単方印刷で入っておりますね。で、ホイールはね、このようにゴールドのものとなっておりまして、33同様に、スポーク部分だけが塗装されてて、それ以外の部分は黒くなってますね。なんかしばらく遊ばない間に走りにくくなりましたね。もともとなんでしょうか。でもこういった B ピラーとかも、マットグレーで塗装されておりまして、33同様にね、リアガラスというかクォーターガラスのところはね、黒色の塗装での再現となっておりますね。リアこのようになってますね。テールランプは塗装で再現されておりまして、ウインカーは単方印刷で、ハイマウントとかね、バックランプ、それからリアフォグですね。こういったものはね、
担保印刷で入っておりますね。で、ナンバープレートの部分にはスカイライン GTR とロゴ入りのナンバープレートとなっておりますね。V スペック2ニルとね、ありますね。で、こちらもね、ドア開閉が可能となっておりますね。で、こういったね、この部分もちゃんとね、黒く塗装されてますね。で、ルーフはこのようになっておりますね。車種このようになっております。このマフラーはね、ここの部分だけシルバーですね。33 GTR と比べて34の方が人気があるのはなんとなくわかりますけども、さすがに2016年から現在も販売されてる。他の V スペ2のニュル以外も出てもいいんだと思うんですけどもね、出ないですよね。こういったスポイラーとかもよくできてると思うんですけどもね。そして最後ですね。トミカプレミアム 1-1 ニスモ R34GTR-Z チューンですね。こちらのモデルは2015年4月から2019年4月の間販売されていたモデルで、トミカプレミアムの最初に販売された6台のうちの1台ですね。箱はこのようになっておりますね。開けていきましょう。実車はニスモ創立20周年を記念したアニバーサリーモデルで、ニスモが厳選した R34 型スカイライン GTR V スペックの中古車をベースに製作された市販コンプリートカーで、2004年から限定20台が販売されました。価格は税抜き1690万円とね。で、実際に19台が販売されたようですね。レースカーなどに使用している技術をハンドメイドでね、行っていたようで、エンジンは RB26DETT-Z2 回を搭載しているようです。2.8 リッターで 500PS を発揮したそうです。まあ、このエンジンもですね、Z チューン専用のため、世界に19台しか存在しないことになりますね。で、ボディカラーは Z チューン専用の Z チューンシルバーという色になりますね。ネコパブリッシングが2020年4月3日に販売したトミカプレミアム大全。こちらではですね、この Z チューンのモデルをベースにしたオリジナルモデルが付録として販売されてますね。まあ、本来はこの Z チューンシルバーが基本なんですけども、そちらの付録のモデルはボディカラーをベイサイドブルーにしたというモデルになりますね。では、トミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトはこのようにクリアパーツで再現されておりまして、ナンバープレートの部分にはね、Z チューンと入っておりますね。で、フロントスポイラーなども再現されておりまして、特徴的なこのね、ボンネット。こういったものをね、モールドで再現されておりますね。で、サイドこのようになってますね。アクションはサスペンション。ドア開閉が可能となっておりまして、こちらはね、シートパーツ自体は黒なんですけども、座面の部分は赤色となっておりまして、この後ろの方もね、赤くなっているのがわかりますかね。めちゃくちゃ細かいですね。で、ホイールはね、黒一色のものとなっておりますね。で、サイドウインカーがモールドで再現されておりますね。リアこんな感じですね。テールランプ、ウインカーは塗装及び担保印刷で再現されておりまして、こちらもバックフォグとね、バックランプ、それから Z チューンの表記などが担保印刷で再現されてますね。あとハイマウントとかスカイライン GTR のエンブレムですね。めちゃくちゃ細かいと思います。で、こちらもね、ウィングは別パーツとなっておりますね。助手席側ですね。こちらもドア開閉可能となっておりますね。世界限定20台ですからね。さすがに自分も見たことないです。まあ、ルーフこのようになっておりますね。で、車種このようになっております。Z チューンと書いてありますね。まあ、基本的に先ほど言った通りね、Z チューンシルバーという専用色なんでね、バリエーション展開にはちょっと難しいのかなっていうモデルになりますね。はい、そんなわけで今回はね、歴代スカイライン GTR のトミカプレミアム。全部で7台紹介させていただきました。一番最初に販売されたのはね、先ほども言った通りこの Z チューンなんですけども、スカイライン GTR として最後に販売されたモデルはね、ケンメリスカイラインなんですよね。トミカプレミアムの前身と言っていいのかわかんないですけど、トミカリミテッドではですね、通常販売されたトミカリミテッドのトップナンバー TL0001 がですね、スカイラインのケンメリだったんですけどもね、プレミアムでは逆にね、最後というのが、まあ、正直びっくりですね。で、まあ、トミカ通常品でも基本的には、サスペンションとドア開閉アクションを持ってたっていうのがスカイライン GTR ですね。まあ、そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。